賢者10人取り終わったので、個人的な評価について話したいと思います。今から取得優先度をお見せしますが、あくまでも個人的な評価です。賢者は全員何かしらで役割がありますが、この動画では、周回や火掘り、フルオートで強いキャラの評価は高く、高難易度で強いキャラの評価は低くなっています。個人的には高難易度より周回の方を重要視しているので、優先度 A は、アラナン、カイム、ニーヤです。優先度 B は、ハーゼリーラ、ロベリアです。優先度 C は、マリア・テレサ、エスタリオラ、ガイゼンボーガです。優先度 D は、フラウ、カッセリーラです。ということで、各キャラを属性ごとに解説していきたいと思います。一人目は、アラナン。短期戦とフルオート、逆位置、向けのキャラです。ニアビが味方全体の奥義ゲージを 100% 消費して、4ターンの間 TA 率 100% アップ、追撃 30% が付与されます。火には三足場など、短期戦で火力を出すパーツが揃っています。AT もしくは水着ミムルメモルと組むことで、1ターン目からニアビを使用することができます。また、1アビは敵味方ともに攻撃 20%、別枠、と防御 25% ダウンのフィールドとなっています。3アビは、攻防 25% ダウン、恐怖、汚れなき陽光を個別デバフとして付与できます。1アビ3アビをポチるだけで防御加減にできるという、無駄のないアビ構成となっています。また、逆位置だと、回復性能 20% アップとターンダメージを受けた時に弱体効果を1つ回復、というフルオート向けの優秀な性能となっています。二人目は、フラウ。高難易度向けのキャラです。1アビはターン制でバフを1ターン延長します。2アビは敵の行動を阻害する悪夢への誘い。敵の被ダメージを 1.1 倍にする赤い悪夢がターン制デバフとして2ターンの間それぞれ付与され、ディスペルも入ります。フルオートだと1アビ2アビの順番で打つので、1アビのデバフ延長が腐るんですよね。順番入れ替えのバランス調整を待ちしております。3アビは自分の攻防累積バフと味方全体の HP 回復と弱体効果を1つ回復となっています。また、聖域では、フラウのダメアビが2回発動するようになります。1アビ2アビ3アビすべてダメアビとなっているので非常に強力です。ディスペルも2回入るし、HP 回復量も2倍になります。しかし、ダメアビ2回打てるのは確かに強いですが、逆に言うと聖域前提の強制となっています。聖域発動のために裏から出す必要があるので、フルオートでは少し使いにくいです。また、逆位置は、キャラが敵に与えるターン制弱体効果を1ターン延長というものです。フルオートの場合、サブの候補としては優先度低いかなと思います。3人目は、ハーゼリーラ。高難易度やフルオート、逆位置、向けのキャラです。1アビと2アビはリンクアビリティとなっており、特に1アビが強力です。永続デバフの月影の幻惑効果を付与でき、発動回数に応じて性能が強化されます。最大レベルの3まで入れると、攻防 15% ダウン、弱体耐性 15% ダウン、命中率 15% ダウンとなります。また、聖域では、1ターンに同じアビリティを2回まで使用できるようになるので、月影の幻惑効果のレベルを上げやすくなっています。そして、特に優秀なのは、経過ターンに応じて攻防アップする逆位置効果です。20ターンで最大となり、攻撃は 20%、別枠、防御は 40% まで上がります。ターン数が長くなる高難易度やフルオートでは、サブに入れておくだけで非常に優秀な働きをしてくれます。実質11本目の武器ですね。4人目は、マリア・テレサ。高難易度やフルオート、逆位置、向けのキャラです。逆位置では、フロントのキャラがディスペルを使うと、アビダメを与えつつ攻防累積ダウン 10% 最大 30% を付与できます。マリア・テレサがフロントにいるとき、ディスペルを使うとアビダメを与えつつ、トガビと効果、攻防 10% ダウンを3ターン付与できます。
正位置では、味方全体に義憤の冠効果、トガビト状態の敵に対して攻撃 20% アップ、別枠、と追撃 20% が付与されます。また、ニアビではキャラ単体の現在の HP と奥義ゲージを味方全体に適用します。3アビでは味方全体が瀕死の場合のみ、味方全体の HP と弱体効果を全回復し、5ターンの間ステータスが大幅アップします。具体的には、クリ率アップ、倍率 50%、発動率 100%、防御 100% アップ、DA 率 70% アップ、TA 率 30% アップ、ダメ上限 20% アップ、と非常に強力なものになっています。使い方としては、ニアビで瀕死状態の味方を選び、味方全体を瀕死にして3アビを発動するというものです。普段のマルチでは瀕死状態にならないので、基本的には高難易度用です。5人目は、カイム。逆位置が非常に強力です。装備している武器が全て異なるハイランダーの時、攻撃 20% アップ、別枠、防御 50% アップ、ダメ上限 10% アップとなっています。カイムのおかげでリミ武器も1本ずつで良くなったので、非常にお安くティターンを組めるようになりました。今、土属性やリタイなら必須です。6人目は、ロベリア。高難易度やフルオート、逆位置、向けのキャラです。フロントで使う場合、3アビ使用後は、味方全体がアビリティを使うたびにバシーン、と追加ダメージを与えるようになります。1ターンに与えるダメージ、つまり DPT が大きく上昇します。また、逆位置は、アビリティを使用時にアビ上限累積アップ 6% 最大 30% です。サブに入れておくだけでアビ上限が上がるので、フルオートでとりあえず入れておきたいキャラとなっています。強バハフルオートの火掘りで活躍しているので、個人的な評価は非常に高くなっています。7人目は、カッツェリーラ。高難易度ソロ向けのキャラです。1アビは、味方全体の防御 100% アップ、DA 率 50%、TA 率 20% アップする代わりに、カッツェ以外の味方の奥義ゲージが毎ターン 30% 減少します。3アビは、風属性キャラに、防御 200% アップ、ガッツ、全体カバーを付与します。アンチラ奥義の回避と組み合わせて、破局やパラロスを受けるのに使われています。奥義は非ダメージを土属性に変換、土属性軽減 20% です。個人的に高難易度用のキャラは評価が低いのと、カッツェは高難易度というより高難易度ソロ向けのキャラなので他のキャラより評価を下げています。逆位置は、弱体効果が付与されていない場合はターン終了後350回復、弱体効果が付与されている場合はターン開始時に攻撃 30% アップ、別枠、です。HP 回復なら別に世話しあんでいいのと、攻撃アップするのがターン開始時なので2プラに乗らないのが弱いですね。8人目は、エスタリオラ。周回向けのキャラです。基本的には行動せず、毎ターンアビダメを与えるキャラとなっています。1アビはターン終了時にアビダメとディスペルが発動します。この前のアプデでアビ性能が上昇しました。2アビは敵が特殊技使用時に、アビダメを与えつつ節制効果を付与します。3アビは非ダメージ時にアビダメを与えつつ、味方全体の HP を回復します。奥義や通常攻撃をしないので、周回や肉集めで硬直を減らしたい時によく使われています。9人目は、ガイゼンボーガー。高難易度向けのキャラです。3アビで不死身状態になり、どれだけダメージを受けても HP1 で耐えます。強化アビか回復アビで不死身を延長できるので、ひたすらアビポチポチする必要があります。1アビで敵耐心を上げることができ、通常攻撃などを外前に吸わせることができます。2アビは全体カバウになっており、不死身と合わせることでどんなトリガーでも受けることができます。光の高難易度やソロは、外前防画にとりあえず吸わせておけば適当にやってもクリアできます。また、逆位置では、敵から受ける闇属性ダメージの最大値を1万に固定します。サブに入れておけば破局やアバターのトリガーを受けることができます。10人目は、ニーヤ。
短期集会やフルオート、正位置、向けのキャラです。主な使い方は、デスでニーア落として味方全体を TA 確定にしつつ、敵味方に残失、効果を付与します。残失効果とは、防御 50% ダウン、TA 率 TA 率 100% ダウン、HP 回復負荷状態です。敵の防御加減まで下げられ、しかも個人デバフなのでデバフ消去などでも消えません。HP が回復しないので、根弱で HP1 のまま最大火力を出し続けることができます。1アビは攻撃 20% アップ、別枠。30% 追撃のフィールド効果。3アビは、味方単体が奥義に回発動できます。TA 確定4ターン、防御加減、追撃、HP1 維持などと短期戦で非常に強力です。また、正位置では味方全体に渇望効果が発動し、火ダメ吸収効果と復活効果が付与され、生存率が大幅に上昇します。以上、簡単ではありますが賢者10人を紹介してきました。基本的には、自分が育てたい属性や次の古戦場の属性の賢者を優先的に取得していくのが良いと思います。それでは、